かじろく方向のある花をつける、熟花と未熟花、大葉月吉、または、南洋山椒は、みかん科の木本、インド原産。別名、カレーの木、カレーの木、カレーツリーといい、その葉は、カレーリーフと呼ばれ、香辛料として用いられる。南洋山椒という和名には、山椒の名が付されているが、山椒属ではなく、月吉属に属する別種である。種小名の、コエニギは、 植物学者、ヨハン・ゲルハルト計ニヒにちなむ。タミル語で、カリベンプ、カンナダ語で、カリベブ、テルグ語で、カリパク、パンジャーブ語で、ガンドラ、ヒンディー語で、キトニムなど、マレーシア語でポコッカリ、インドネシア語で、サラムコジャという。上緑の低木、または、高木で、成長すると高さ4から6メートル、幹は、直径40センチメートルほどになる。葉は、 奇数上複用で11から21枚の小葉は、それぞれ長さ2から4センチメートル、幅1から2センチメートル、縁に細かい巨子がある。花は白く小さい。小粒でこなすと黒い実がなるが、種に毒がある。葉はカレーと柑橘類を足したようなスパイシーな香味を持ち、インドやスリランカで料理の香り付けとして用いられるほか、 サミル・ナード州などの南インドからの移民が多い、マレーシアでも南インド系の料理に用いられる。葉は乾燥させると香りが弱まるため、普通は生のまま、小葉を他の香辛料や小粒の豆類と油で炒めて、用いるほか、サンバールやラッサムの味付けに用いる香辛料粉末にも配合する。花は香油に用いられる。また、葉、樹皮、根は、 競争作用を持つ。材は緑色で硬く、農具などに用いられる。熱帯植物研究会編、熱帯植物洋欄、P237、1984年、洋剣堂、東京。ありがとうございます。